新年明けましておめでとうございます。川村隆之、カープカルテット、カープジャズです。はい、うまく言えました。テイク1ね、バッチリですね。明けましたね。おめでとうございました。おめでとうございます。2024年、令和何年ですか？令和6年です。おー、パッドレがすごいね。昭和何年ですか？99年。おー、いやー、昭和も99年ね、来ました。カープ初優勝、昭和50年から、99-50 は何本ですか？49。なかなかね、カープの歴史も長いですね。私たちカープジャズもね、今年も頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、こうしてね、新年ね、皆さんにご挨拶しようと、まあ、こうやってただ喋るだけだったらあれなんでね、早速なんですけども、今年の抱負をみんなにね、発表してもらいたいと。まあね、どういうふうに思っているのかわからないですけど、もうね、準備バッチリでございますので、これね、はい、ホワイトボードみんなに回して、はい、抱負を書けばいいですね。ここにね、抱負を書きゃええということですね。書き上げりゃええ。2024年ね、うん、ちなみに去年の抱負は、まあ、去年の抱負もう書きながら思い出してもらってですけど、いや、山本雄一郎さんは去年の抱負は覚えてますか？うん、はい、平和でありますようにと、うん、はい、でしたね。達成されましたか？どうでしょうかね。様々な、ね、意味が込められている感じますけども、うんうん、まあ、それをね、願っていることが気持ちの中にね、いつも持って、暮らしてらっしゃるんだろうなと思っておりますが、はい、そしてゆみゆみさんは、猫のロケットを飛ばす、非常に、天文学的な話になっておりますけども、猫のロケットを飛ばせましたか？残骸がたくさん残りました。もう、ね、ロケットも見たことなければ残骸も見たことないんです。まあ、残骸残ってるということで、まあ、これはね、どのように理解していけばいいのか、今年も飛ばそうとしてるかな、もう書いてますからね、もしかしたらそういうことかもしれない。山口くんは？そうですね、まあ、カープだったり好きなので、カープはなんとかね、去年ね、ええとこに行ったらええないいう、もう、あの、願いでしたね。僕は、カープ坊やを上手に描けるようになりたいというところで、まあ、絵を見てね、元絵を見て描けば、まあ、そこそこ描けるんですが、やはり何も見ずに描けるように。去年はそういえばね、僕がドラムヘッドに絵を描いていたんです。そうそうそう、毎年その山口くんのドラムヘッドにね、あの、何かが描かれるということで、ついにあの担当者に満を持して、うん、そして、まあ、去年はね、あのキャッチフレーズがあれよ、ガガ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 
ジャズジャラみたいなにして、そこで坊やをね
入れて、そうですね、書いた。で、それ書くときに坊やはさすがに見ながら書いたわけですよ。なるほど。で、そのね、まあ、やっぱり、まあ、見ずに書けたらいいなと改めて思ったというところですね。まあね、ファンとしては、うん。そして、まあそうそう、今年はシャーだったね。シャーね、ガムシャラのシャー、まあ、様々なシャーが込められてますよね。今年のドラマヘッド楽しみにしてますですね、はい、誰に依頼するか、ね、楽しみですね。この辺とかどうですか。まあ、あのね、ロケットが飛んだ暁にははい、みんな書いております。書けた人はいますか。はい、書けた。じゃあ、ゆみゆみから今年の抱負を発表してください。はい、ちょっと書きながらね。じゃ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 ーん今年こそ猫のロケットを飛ばすぞ。しっかり見えるように。あ、今年こそ猫のロケットを飛ばすぞ。ガムシャラにシャムニに、そしてよっしゃシャー飛ぶように頑張ります。はい、はい。まあそのロケットレベルで頑張るよと、そういうこと、そういうことにしておきます。すごいじゃん、はい、すごいね、はい、山本選手ははい、今年もあのまあね、和由美さんと一緒になりました、ね、去年と一緒です、まあ、去年もまあいろいろありましたけれど、うん、まあ、今年も今年こそ今年も平和でありますようにとね思っております。はい、このね、平和でありますようにの文字が、点をたくさんくっつけてこうグリグリグリね、しっかり太くなるように書いてくれておりますね。素晴らしいですね。具体的にはどのような活動をして平和を導き寄せるというところでしょうか、ね、具体的に、うん、まあでもね、そういう気持ちっていうところがとても大事ではあるんですかね。そうですね、はい、うん、日頃から、日頃の行いから日頃の行いはね、大事ですね。はい、はい、平和でありますように、はい、ね、皆さんにおかれましても平和でありますように。そして、はい、私は、はい、やはりこれでしょうと、カープが日本一になりますようにということで、お、去年はね、2位ということで、まあ、もちろん、クライマックスにも出場して、まあ、日本一を狙える権利はあったんですけど、やはりね、ちょっと惨敗してしまったということで、今年もね、新戦力もたくさん入って、若手とね、ベテランが、力を合わせて、また新井野球の第2章としてね、楽しい溢れるシャーな感じでやっていただければと思いますので、応援してます。以上です。はい、日本一ね、日本一、まあ、日本一見たいね。見たいですね、うん、なかなかね、まあ、去年もあの、まあ、下馬評を覆しての、うん、2位まで行ったということでね、まあ、いろんな好材料が揃っているのではなかろうかと思ってますし、我々ファンとしてはね、そういったところを信じて、うん、選手のね、パフォーマンスがより上がるようなね、こう応援ができればというところでございますね。この思いをね、まあ、みんなと一緒に、応援がね、こう一致団結してみんなでできればと思います。さあ、そして私ですね、カープ坊やを去年よりもさらに上手に吹きかけるようになりたいというところで、今ね、書いてみました。早速今年一番ね、何も見ずに、これ何も見ずに書けるというのがポイントなんですよね。去年トライした、去年よりかは良くなってると思います。発表しますよ、今書いてるこれ、はい、うん、これも誰がどう見ても、お、上手上手、これも誰がどう見てもカープ坊やですね、ね、この人生50年、ね、50年生きてきてやっと坊やがここまで描けるようになりました。でも、もうちょっとね、何かが違うので、なんかバランスが悪いのかな、もうちょっとね、
練習の回、あの練習の必要はありますけども、そして、でも今書いた後に名前にカープ坊やって書こうと思って、うん、でまあ坊や書いたわけですよ。ところが漢字を間違ってしまった。ほらほらこのほら防災の坊、これちょっと違うのでね、書いた瞬間にあこれ違うと思いながらもね、ちょっと今から修正しますんで、これちょっと坊やに失礼なんでね、ここがこうこうですよね、合ってますよね、これこれで僕の国語力というかね、なんというかこう証明されたかなと思うんですが、ね、この棒じゃなしにもう一個の防災の棒の本も書けるし、どっちの漢字も書けると、僕のこう博学なところをね今見せつけてしまうとね、図らずも見せつけてしまうという形になりましたが、カープ坊やもうね今年たくさん書いて練習しますんでね、まあ画伯目指して練習します。1年間見守ってください。はい、ということでね、はい、もう一度ねじゃあ発表しましょう。はい、平和で平和でありますように。そして今年こそ猫のロケットを飛ばすぞ。はい、そしてカープが日本一になりますように。大事ですね。そしてカープ坊やをもっともっと上手に描けるようになりたい。はい、私たちも頑張りますので、皆さんも一緒にね、カープのことでガッと気持ちを盛り上げて良い年を過ごし、そして秋にはね楽しくやりましょう。はい、ということで今年の抱負でございました。